再び乱入。あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。
そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたには九郎様は会に参上いたしました。我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死のちぎりも落ち水も流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。
できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし宣教とはい、うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれん。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術を。屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが。夜鷹の衆。ああ、こちらの開き窓から。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ。褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。
礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。めぐってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、セキロよ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、セキロ。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら企てやらが迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる。そうじゃ、肝に銘じておくがいい、セキロよ。迷えば敗れるぞ。お前さんか、何の用だ？巫女様を。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。え？少し目の影が薄くなったようじゃ。何だと？それで何か用か？でも、では、ま。
赤炉よ、仕立ちのため、何？行くか。ではな。うん、まだ埃がひどい。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたり、九郎様のお考えについては聞いた。してと。そうですか。今までの助けかたじけないまるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は斬りません。人は斬らぬ。はい、人を斬りたいなどは露ほども。
ただ鬼など出れば斬りたいと思っています。鬼本気に取らないでください。ほんの狼とほんの少し眉間のし苦労す、ではがひどいな。戻りまして、小僧。おお、戻ったか、狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流院の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬ。御意、私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を朝、どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花だな。花とは。まずはこれを。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲くし、どうやらそれが源の効の一つであるようだ。源の水が深い渓谷などでしょう。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通りそこから落ちたところにまともな道はつながっておらぬが、そなたならば。巫女様、こちら。これは源の功を求めた者が。はい。好奇を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。芦名の底。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。身投げば、そういったものを見まし。それは一体。ステローの奥に、そこの見えぬ大穴があります。そこにいた老婆が、その穴に身を投げ。身を投げた先が、どこかにつながっているということか。はい。鳥居をくぐった方向から、かすかに風の流れを感じました。試しに。そちらへ飛びよ。わかった、気をつけるのだぞ。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流院の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものという。タケル様が残されたものであろうな。狼よ、この桜しずくもまた。
ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の留飲もまた、そなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。そういえばそこにある人の形が書いてある扉、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか、忍びの名がつくものだ。